この日はポノックのスタジオ開き。そこでこんなことが語られた。僕らが作っていきたい作品っていうのは、スタジオジブリの一生志を継いだ作品を作りたいと思っているんです。応援をよろしくお願いします。志を継ぐ。実はポノックという名前には意味がある。クロアチア語で一日の始まりである午前0時を表す言葉。ジブリで学んだものを新しい世代につなぐ二人の挑戦が始まった。スタジオポノックの記念すべき一作目、メアリと魔女の花。その原作はイギリスの児童文学です。そもそもなぜ監督はこの作品を一作目に選んだのでしょうか。子供たちに見せるんであれば一番最初の一歩だからできるような力強い作品を作りたいというふうな